皆さんこんにちは。この度は JPAC 三十部進行討論に興味を持ってこのページを開いてくださいましてありがとうございます。私が紹介する JPAC 三十部進行討論は、JPAC にある3つの加速器のうちの真ん中に位置する装置になります。この三十部進行討論はリニアックで加速されたビームを受け取って、さらに3ギガ電子ボルト、3ジェブというエネルギーまで加速して、取り出す装置になっています。この三十部進行討論は1周がだいたい 350m という大きさになっていまして、1秒間に25回という速い繰り返しでビームの加速を行います。このことから速い繰り返しのシンクロトロンの英語訳であるラピッドサイクリングシンクロトロンの頭文字を取って、RCS と通称呼ばれています。この RCS の特徴は1メガワットという大強度のビームを、後ろにある物質生命科学実験施設とシュリングシンクロトロンの方に送ることです。私の後ろに3列に、装置が並んでいるのが見えると思いますが、皆さんから見て一番左側の装置が、物質生命科学実験施設にビームを送る装置になります。真ん中の装置が、シュリングシンクロトロンにビームを送る装置になってまして、一番右の、こちらの装置が三十部進行討論の本体になっています。この三十部進行討論の、特徴である1メガワットという大強度のビームがどれぐらいの量なのかというのをいくつか例を使ってご説明いたします。まず一つ目の例ですが、皆さんもよく使ったことがある、お弁当を温める電子レンジがあります。この電子レンジはだいたい1キロワット前後の出力で弁当を温めますので、またこの1メガワットのメガという値はキロの1000倍という意味になりますので、 RCS はだいたい電子レンジの1000倍ぐらいのパワーでビームを出しているということがわかります。また2つ目の例として、有名なロボットアニメに出てくるビームライブルがあります。設定上はアニメの設定上は 1.9 メガワットという出力でビームを出しているんですけれども、こちらはアニメですが、それに対して我々の RCS は現実に、ビームライフルの半分ぐらいのビームを出すことができるということになります。このように1メガワットというのは非常に大きな出力なんですけれども、この1メガワットを達成するために、我々の装置というのはいろいろな工夫を凝らしています。それらについてもこのページの下で紹介してますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。